ようございます。本日は全日本マスターズスキー選手権に向けての練習でございます。あれと思ったそこのあなた、前回の動画とかでですね、全日本は年齢の規定で出られないというふうにね、まあ僕も諦めてたんですけれども、動画の視聴者の方がですね、出られるよみたいなコメントが結構あって、僕もねちゃんと調べてみたら出られるんです。ということで、まあもしかしたら出られるかもしれないという全日本マスターズに向けて、さらにですね練習をしようかと思っております。今日が1月の下旬で、スポーツ日本杯もですね控えている状況なんですけど、まあ練習しといてね、まあ損はないとということで、あと実際ね、小笠原のスキー GS 用の小笠原のスキーが、まあ、僕1回練習して本番やって、で実質まだ2回しか履けてないので、まあ、その板になれるっていう意味でもこのサラスキー場で今日もキッズたちと練習していきたいと思います。それでは行ってきます。スハラスキーレーシングチームのみんなと合同練習をさせていただきました。ちなみに僕が小学校の頃にこのスハラスキー場であった大会、デサントカップっていう名前だったかな、スポーツメーカーのデサントがスポンサーになってる大会があって、これがまあ新潟県レベルの大会だったんですけれども、ここでの最高成績は4位でした。こうやってねみんな切磋琢磨して全国大会を目指して頑張っております。みんな頑張れ。お疲れ様でした。この GS 用の板、やっぱりまだ乗りこなせません。僕の技術じゃまだまだちょっと難しいかなっていうのがあるんですけど、まあでも板自体は本当にいい板なので、あとは自分がねこう乗り方さえつかめばまあ機能してくれるはずなので、それをね、まあ、つかみたいなというところです。あと何よりFM 魚沼の小島くん、こんな寒い中本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。もう目視でわかるよ、手死んでるよ。めっちゃ寒いね。めっちゃ寒いよね今日ね。俗に言う大寒波ってやつが今来てますんで、ちょっとね今日は温かいものを飲んで、はい、欲しいもの食べて、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。次が2月3日スポーツ日本杯、もうこれはね記者の方もねもうスポ日杯出る前にもう記事にしてくれてるんで、まあ、おそらくネットニュースやらスポ日さん、ぜひ紙面の方でもちょっと書いてください。スポ日に僕インタビュー受けますんで、はい、吉本は
後出しで大丈夫です。取材を受けた後にもう吉本に言いますんで、もうそれ OK なんで、現地でね、あのスポニチさんぜひ取材していただけたら嬉しいです。これでねスキーが広まればすごい嬉しいですから、はい、東京に帰ります。今日ねこうやってスキーしてるわけですけれども、明後日から僕とある場所で75キロのサバイバルレースが待ってます。まあその番組もねまた皆さん告知しますんで、そちらもぜひ見てください。75キロ走る前にマイナス3度の中雪山でレースしてるやつ多分あんまいないと思います。この時僕はロケの日の方が寒くなるとは思いもしませんでした。他のね出演者に負けないように頑張りたいと思いますんで、ぜひ皆様、今後とも応援よろしくお願いします。では小島くん、あったかいとこ行きましょう。はい、行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。